ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 D 隊長です。隊長でございます、はい、タイプ5の成長のためのワークっていう動画を上げた時、その動画にですね、はい、こんなメッセージをいただきました、うん、ありがとうございます。私はタイプ2です、うん、彼は5です、うん、何一つうまくいきませんっていうこの短いながらも魂のこもったコメントをいただきまして、はい、これは取り上げるべきではないかと、うんうん、あの困った人がいると、うんうんうん、エニアグラムを知ってる人で困った人がいる、はい、で彼女女性がタイプ2、うん、男性が5、うんうんうん、何一つうまくいかない、うんうん、っていうことに対して、うん、ヘレン・パーマーさんはこう答えていますっていう、うん、2と5の恋愛についてちょっとお話しできればなと、うんうん、こう取り上げています。一番社交的な人と内向的な人の組み合わせですと、うん、まあそうです、そんな感じですよね、うんうん、どちらも全く違った互いの性格に惹かれるのがこの組み合わせですと、うんうん、エニアグラムの中でタイプ5は最も内向的でタイプ2は最も社交的ですと、うんうん、この感情の起伏の激しいタイプ2はタイプ5の冷静さ、うん、物静かさに惹かれるのですと、うんうん、そうなんでしょうかね、そうなんでしょうかね、うん、でタイプ2の目にはタイプ5が穏やかで安定した性格の持ち主で孤独を大切にすることを認めてくれるように映りますと、うん、でタイプ5は他人を気にせず自分の思い通りに行動している、うん、まあ、空気を読まないですもんね、うん、自分が好きな通りにやる、うんうん、でこうした感情の距離感でタイプ2は相手を必要以上に気にかけずに済む、うんうんうん、タイプ5の人がタイプ2の人がタイプ2の人がタイプ5を気にかけずに済む、この人は一人でやってくれるから。で一方タイプ5はそのタイプ2の見せるおおらかな優しさに惹かれますと。でタイプ2の人の前向きさがタイプ5の心を動かすのですと。これは今うまくいってる部分ですね。要はタイプ5の、あの独立どっぽな感じに惹かれるのと、タイプ5は優しさに惹かれる、うん、でお互いその距離感がちゃんと初めはあれば、それで多分うまくいくんでしょうね、うん、でまあ例えば2人でどっか出かけると、話すのはもっぱらタイプ2、うん、まあ、そりゃそうですよね、そりゃそうもうで理知的なタイプ5は、まあ、自分がの興味が湧かない限り、そこには参加しない、うんうん、でタイプ5の興味があれば、会話も弾むけども、また話題がそれると、またふってタイプ5はいなくなる、でタイプ2とタイプ5は全く種族が違うように見えますと、タイプ2は出会いや新しい挑戦に積極的、たわいもないおしゃべりもすごい上手に楽しむ、でタイプ5はでもそういった人付き合いを避けて思考することを好みますと、でお互い初めはお互いを尊重し合い、バランスの取れた関係を生み出すかもしれませんが、このタイプ2がこの初めはクールで独立どっぽねなんて思っていても、やっぱ心を通わせたい、書いてありましたね、心を通わせたいそんなようなのは書いてなかったです。共有や共感が一切できないため、いつまでたっても距離が縮まないと書いてあります。タイプ2はやっぱりその、まあ、尊重し合いながらも気持ちの通い合いを求めるのに対して、タイプ5は自分の自分の殻に閉じこもるというこの綱引きをやる可能性がありますよと。タイプ5は引きこもりたい、タイプ2がゴン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 って開けたい、開けたい、開けたい、扉を開けたい、私のとこにおいでって言いたいけど、タイプ5は来てくれない。でこれが最後の、最後の方というかその、決定的な別れが決定的になると、互いが相手のせいにしようとする。タイプ2は相手のタイプ5の内向的で無欲なライフスタイルを情緒がないためだと考える。でタイプ2は人の望みに応えることや逆境に立ち向かうことに自分の存在意義を見出すため、その
別れそうだっていう危機を何とかしようと、うんうん、無理にでもやっぱりこうやってガチャガチャガチャ、うんうんうん、ガチャガチャガチャってこじ開けようとする、うん、でもしかこれがタイプ5がそれに応えると、うん、タイプ2の勝利ですと明けだった明けだった通わしたった、うんうん、ってなるよと。でもタイプ5は、うんうん、その感情に距離を置くことと、うん、乏しいこと感情が乏しいことと、うん、距離を置くことは別だと考えている、うん、理論的に説明してくださいと、うん、ここは一緒じゃないんですよ、うん、っていう考え方がタイプ5の人ですと、うん、私はちゃんとあなたのことを思ってるけど思ってるのは思ってるけど、うん、それは別に感情が乏しいことじゃない、うんうん、出してないだけだと、うん、で思ってるみたいな説明もできる、うん、っていうのを、うん、その愛しているからこそ気持ちが揺れるでしょっていうタイプ2をタイプ5の人はただの情緒不安定だと考えるかもしれない、うんうんうん、そんなことじゃ心は揺れないって思ってる、うん、で心が揺れることが愛情なの、うんうんうん、僕はこれでも愛情を持ってます、うんうん、いや本当にそうなんでしょうねそれは、うんうん、論理的に愛情を持ってるんですよ、はい論うん、でちゃんとそれも説明できるし、うんうん、本当に愛しているんでしょうと、うん、なんでこのタイプ2とタイプ5の人に対してのアドバイス、うん、ヘレン・パーマーさんがおっしゃるアドバイスとしては、うん、このカップルはタイプ2が一歩引いて、うん、タイプ5に気持ちを素直に出させる余裕を与えることが大切ですと、うん、でまたまあタイプ5に対してはその相手の自由な感情表現をすぐにくだらないって決めつけないようにするといいでしょうと書いてあります。なんで、でもまあ多分この質問に対しては多分、うん彼は多分タイプ5だっていう認識が多分ないんでしょうね、うんうんうん、彼女だけがイニアグラムを知ってて、うん、私はタイプ2、彼はタイプ5、うんうん、だとしたらまあ、うん、このこじ開けたい気持ちを我慢する、うん、そうアマテラス、アーマーテラスオミカンみたいな、はい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 、外でワイワイやったら出てくるかもしれないみたいな、興味のある話はそうそう、あれここに鉄の成分表があるみたいな、そういうこと私も勉強しよっかなって、うん、そしたらこう向こうからこうガチャって僕が教えてあげようって、うん、あそれに興味あるのってなるかもしれません、僕が教えてあげるよって、うん、っていう、うん、この恋愛シリーズ、恋愛シリーズをちょっとなんかこれからも、うん、やっていければいいかなと。そうです、ね、はい、なんかこのうちはこのタイプとこのタイプだけどみたいなのがあれば、ね、あればどしどし送っていただければですね、はい、ヘレン・パーマーさんがお答えします、ヘレン・パーマーさんがお答えしますとあとはまあ我々のちょっとあの感じたこと、はい、うん、で恋愛がうまくいくかもしれません、はいはい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。